どうもこんにちは、ここラジオです。今回はね、その恵美子社長の誕生日の行くっていうことで来たんですけど、はい、なんかね、もう結果170人ぐらいいたんですけど、まあ、僕は例のごとくあのね、何にも知らないし、恵美子社長も知らないし、ね、もうそういう作戦がもう随分定着しているようで、はい、なんか何のこっちゃ分かんないけど僕はそういうなんかノリはいいんでね、もう行きます行きますっていうタイプなんでね、はい、そうですよね、で結局ここから美幌から上士幌ね、はい、行く運転がまた前回の新妻さんね、うんうん、はい、どうでした。いや、それがね、今回は安全運転。あ、じゃあ、うん、すまんね。全然悪くなかった。そうなんだ。でも逆にね、はい、あの、新妻さんが、バーってやって、ちょっとスピード落としたら、はい、ママが怒っちゃって、うん、何してんのって。遅いぞ。どうしたの、なんで、なんでゆっくり、なんでゆっくり走ってんのって。いや、あの、キツネがいるさ、とかって。キツネが言うととっても、優しく、車を緩めてんのに、ママ怒っちゃって。荒い運転求めてるのかなって、ね、前は一体何だったんでしょうね。どうしたの、うん、前はすごい飛ばしてたら、ね、今回全然法定速度、そうなんだ、法定速度守ってんのに何やってんのって、うん、ちょいちょい怒られるんだ、あの新妻さんがちゃんといい運転してるのに怒られる、何やってんだ。それでも俺ちょっと寝てたけど、うん、何やってんのって起きてこうやって見たら、キツネが通ってる、あ、本当だ、キツネだっつってね、何やってんなーとか、2、3回ましたよ、なんで遅いの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 って言って、ああ、いや、ここはゆっくり行った方がいいとこださ、とかみたいなね、いや、ちゃんと、あの、補助速度守ってるでしょ、うん、もう。またあのぐらいの大きい車ですか。大きい車。あ、で今回社長がいないからね、はい、社長が座ってたところにちゃんとクッションが置くションかれて、クマが抜けるみたいな、社長って言ってみんな手を合わせて、社長来なかったななんてね。で、あのそこついて、はい、なんか最初お寺かなんか集合だったのかな、うん、でジャガーがついてね、ジャガーが車、うん、ジャガーで、うわうわっと思ったら、僕ね、その恵美子社長知らないから、あ、恵美子社長がジャガージャガーですよ、多分ジャガーですよ、すっごい、しかも、ね、うん、日本に流しからもうおしゃれなクラシックカーみたいな感じですよ。でパッと降りてきたらね、うん、最初僕レッサーパンダが出てきた。ちょっとね、メイクがね、メイクがちょっとね、目のあたりがちょっとね、かなりね、メイクしすぎてちょっとね、あのでね、ちょっとね、フータ君の、フータ君、うん、フータ君、こう、立ったみたいなね、レッサーパンダ立ったレッサーパンダがなんでね、うん、でなんか。感謝しますって近づいてきてでもあの恵美子社長、あの秀美さんとちょっと被りません？そうですかね、派手な感じが、うん、派手っていうか社長感があるっていうのか、僕はそれはね、うん、なんか格好がね、すごい派手で、うん、あの服いいなと思ったけど、あれやっぱり俺とか着れないからね、でもああいう服はいいですね、すごい、みんなかね、なんか外でなんかみんなで写真撮ってね、僕よく分かんなかったんですけど、僕はだから何もよく分かんないままね、言ってるレッサーパンダが、レッサーパンダがみんなレッサーパンダになったわーなんていうのずっとちょっとね、失礼だけど思いながらね、あ、レッサーパンダね、可愛い、レッサーパンダは可愛いですから、うん、決して悪口ではないですからね、いい意味でレッサーパンダですから、いい意味でのレッサーパンダ、パンダはパンダみたいな、いい意味で、だから、うん、あの相川一生さんはいい意味でバカですから、はい、ああ、なるほど、バカバカって言ってもこれ見てますから、いい意味でね、バカですから、いや、どのね、だから、あとなんかダンスをするっていう話だった、うん、ね、なんか随分そういう企画が、だそれもダンスを最初ママから送られてきてダンスするよって言って、うん、あ、だから俺ここでやるんだなと思ったんですよ、うん、ダンス、あの荻野目洋子の歌に合わせて、はい、あのダンスをするっていうのを送られてきた時に、あ、うん、ここでなんかみんなで飲んでる時にやって動画撮るんだなと思ったんですよ、うん、いつもの感じでね、ダンシングヒーローでしたっけ、はい、あと思ったら、そこのステージでやるっていう、はい、その恵美子社長の誕生日会のちゃんとしたステージでやるってなって、もう緊張しちゃってね、そうなんだ、俺結構どうで、なんかジャンさん中央でって言われたんですよ、うん、なんか主役でしたよね、ここで中央なんだなと思ったんですよ、
だからステージの中央って言って、えステージの中央なんて言ったらもうみんな見てる中、え踊れなかったらまずいじゃんっていう緊張です。どうしようと思って、一応練習はしたんですよ。練習したというか、ここでだから前日ちょっと踊ってたんですよ、動画撮って。だからそれが良かった、めちゃくちゃ、だからそれがあったから、なんとなく覚えてたんですけど、でも実際ね、封開けてみたらね、もうステージ上になんかもう50人ぐらいいたし、で真ん中っていうのも別に決まってなかったし、無理やり真ん中行ったし。でも前列みんな ここ一行でしたよね。そうです、パッと見た感じ、ちょっと端っこまではよく見てないけど、はい、で無理やりね、僕も真ん中、ね、真ん中と真ん中行ったと思ったら、ミノルさん、僕よりもさらに真ん中にいて、あの人が真ん中にいたんですよ。そう、普通今僕がこう立って、このここパリスチームはこっち側にね、こうステージの真ん中でこっち側並ぶと思ったら、パッと僕が真ん中立ったと思ったら、ミノルさんがここに。やっぱりこっち、そうですよね、ミノルさんですからね。自分が中央にいたんですよ、ニコニコしながら。一番動き良かったもん。そう、だって踊ってる最中僕の前に来ましたから、こうやって何回か。ジャンさんちょっとね、僕はこうやってたら、なんか僕の前にうれしそうにこうやってなんか前に入ってくるんですよ、あの人ちょいちょい。身長差があるからね、ちょっと僕の方が大きいから、ちょっと僕見えてる、あの人ほんと僕の前に来てましたよ、あの人。だから目立ちたがり屋でしょうね。いやね、だね、びっくりだから、あんなことないっすよ。だってあ、みんなこっち並んでんだなと思ったら、パッと見たら、井上さんがこうやって笑顔で真ん中でこうね、なんか僕いますよっていう、いい人。いや、あの人だから目立ちたがり屋ですよ、本当はね。居場所を見つけたって感じでした。でなんか、ね、ママは前なんかやっていいからみたいな感じ言うけど、いや、たけさんね、いやこれ無理だよこれって、これ関係ないもんみたいな。でだって最初は何だったら余興とか しますかみたいな、あね、そういうね、時間あってもよかったのかもしれないですけど、ね、あ、いいですねって言おうとしたけど、言ったけど、いや、これやっちゃダメだわと。で、当日来たんですよ、こう、やりますかって、やりませんって、やんなかったんですよ、あれ。やったらえらいことになりますよ。そっか、これやってましたね、撮影で。あ、踊りはね、踊りはやってましたけど結果誰にも気づかれなかったですからね。あ、たけしだっていうこともなくね、なんとなく気づいてる人見たかもしれないけど、だから違和感しかないです。だからまあ違和感出そうと思って踊る時にやってましたけど、変にマイク取ってとか、やめとこうと思ってね、だから本物とかいけいけみたいなこと言うけどね、つって行かないってむちゃぶりもいいとこだって。だってもうあの結構あのみのり社長ですか、みのりさんっていう人、みのりさん、はい、ぐんぐん自分でマイク持って話さないオーラがあったんでね、マイクをだからこれもう取っちゃいけないわって思って、もう見てる男の人もね、もう目がギンギンすぎて怖かったですからね。こんな目で皆さんどうねとかって言って、マイク、あ、この人からもマイク取っちゃダメだと思って、二人がもうこんな目でやってるから、もうマイク取っちゃダメだって。だから僕も悩んだんですよ、一瞬。そんな目なんだ。はい、おいおいってやろうかと思ったんですけど、もうこんな目だから、あ、もうダメなんだって言って、だから踊りだけで終わらしましたね。そのミノルさんの前に、俺の前に、何この人、ね、すごいキレのいいというか、いや、芸人とかでも、そのエンディングとかみんなが集まるじゃないですか、はい、ああいう時にやっぱり中央に来るやつっているんですよ、やっぱりそれの芸人とかもそれね、やり合いですから、真ん中、誰が真ん中立って前行くかっていうね、ミノルさんももうそういう、いけるタイプですよ、この人、前にふいくい、ああ見えてね、びっくりしました。で結局龍眼ってやつをもらいましたね、ああなんかその水晶、龍眼、これはありがたいですよ、龍眼。あれどこ行ったっけな、なんかね、しっかりね、あ、これ、あ、これね、龍眼、これ水晶ね、はいはい、あれ結局最後まで行ったんでしたっけ、途中でもうここがあるから帰ったんです。ああ、そうなんですか。これあの紐通ってるでしょ、はい、あのゆりやさんって方いらっしゃるんですよ、はい、紐通んなかったんですか。通んない、なんかあるんですか、なんかふざかれてるかな。これちょっと待って、これ言っちゃいけないかもしれないけど、不良品なんじゃないのかといってね、なんかあのこれ通らないで変えてくださいって言えないじゃないですか。あ、まあでもね、これどうやって使うのかによっては通らないと困っちゃうんじゃないですか、ね、紐通すんだったらね、うん、でも
不良品ですよ。あと思ったけど、俺もね、これ通らないですよ。俺も一生懸命やったけどね、うん、通らず俺は通ってるんですよ、うん、これなんかこうやって見たけどとか、そういう、いや、うん、逆にこんななんかね、貴重なやつをなんか変になんか落としたら嫌じゃないですか、落とすかどうしようかなって今この置き場所は悩んでますけどね、うん、そんな感じの、あの、ゆりえさんの、ゆりえさんじゃないわ、恵美子社長、恵美子社長の誕生日会でしたよ、うんうん、でさ結果楽しかったですよ、なんか、あ、こういう会もあるんだなと思って、なんか、うんうんうん、みんな、なんかね、楽しむために集まってるっていう感じの、うん、ダンス、ね、3組いましたから、全部でダンスしたりとか、歌ったりとか、なんかダンスのやつもね、真ん中、2組目のね、ダンスの人、中がなんか、英語と日本語喋ってるんですよ、うんハローなんとか、ハローなんとかなんとかって言って、皆さんこんにちはって誰でもわかるよね、英語をね。DJ こうじゃないですか。ね。ね。で、あれって僕周り見渡したら外国人一人もいないんですよ。うん、何のために英語やってんだよってね。ちょっと思いながらね。でもそう、やっぱりその、みんなで盛り上がっていこうっていう回だから、うん、あと僕みたいなこう、言っちゃいけないんだろうな、口に出しちゃいけないんだろうなって 言いたかったんですよ。何で英語でやってんの、うん、誰も外国人いないじゃない。思ったけど、かっちょいな、これみんながこう、ハッピーになろうっていう回だから、うんうん、あ、かっちょいな、もう言いたかったけど、ね、なんでそんな誰でも分かるね、英語喋って、しかも緊張のカミカミだし、何こいつ英語喋って、何こいつと思ったんですけど、思ったんだ、言ってる、今は言いますけど、ね、思いませんでも、なんか、外国人いるんだったらいいですよ。まあ、ちょっとそこの雰囲気分かんないですけど、まあね、多分自分が英語ちょっと喋れるから、うん、ね。見せたかったんでしょ、うんうんうん、私英語喋れますよって、分かりやすい英語ばっかり喋れよかった。恵美子社長じゃないですよね。恵美子社長、恵美子社長はあのレッサーパンダをして関係してましたから、レッサーパンダ立ってましたから、レッサーパンダもね、こんなに怒られるでしょうね、光りながらね、立ってた、うん、光り立ってましたから、ね、歩いてましたから、レッサーパンダ怒られてた、ぜひ見ていただきたい、これ派手な服を着てね、レッサーパンダがまあまあ楽しい回でした。はい、はい、お疲れ様でした、はい、ということでありがとうございました、はい